はい、それでは、今日も動画を撮っていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。このチャンネルでは、普段、私が一日一冊本を読んで、その内容をレビューしています。 で最近はですね、えっと、単純に本のレビューをするだけではなくて、えー、フリートークや、えー、ランキング形式で、まあ、これまでに読んだ本をご紹介するといったようなことをやっていますで、えっと、一応これまでの、えーまあ、実績というか活動内容としては、まあ、YouTube で 400, 冊400本以上の動画、まあ、400冊以上の本のレビューをしてきてまして、まあ、そういった経験からですね、まあ、感じたこととか、まあ、おすすめの本なんかをご紹介していくという内容になっていますで普段はビジネス についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますで今日はですねフリートークをしていきたいと思うんですけれども、えー、まあこれから土日なんかはですねフリートークとかランキングをご紹介していければなと思ってます でえー、とまだ不慣れなので、まあ、どういった話をしようかなということをちょっと考えながらお話をするんですけれども、まあ、今日はですねその私がなぜ本を読み始めたのか読み始めたきっかけについて、えーまあ、ごく簡単にお話をできればなというふうに思ってます。でなぜ何がきっかけで本を読み始めたのかといいますと、まあ、端的に言うと職場の先輩がですね、えー、本を読みなさいと言ったからでした。 私の場合は、えっと、新入社員として、まあ、ある会社にあの今の会社に入社した時にです、ねえっと、当時の事業部長でいらっしゃった方が、まあ、それを言ってくださったんですけれども、えっとまあ、その時にです、ね、読んだ方がいい本、まあ、おすすめの本のリストと一緒に、まあ、あの本を読むのは重要ですよということを、まあ、指導してくださいました。 ではっきり言ってですねその時に紹介していただいたリストの中にはちょっと難しい本もいくつかあって例えば、えーとまあ、先日ご紹介した「ブルーオーシャン戦略」とかその中に入ってたんですけども、まあ、ブ,ルーブルーオーシャン戦略はですね私があの、まあ、数年前に読んでもあの十分理解できました。ですが例えば「ビジョナリーカンパニー」とかですね 結構その、まあ、経営者の方々が素晴らしい本だというよう,にあいう,ような本というのも含まれていて、まあ、はっきり言ってですね、その新入社員の当時とか、えー、今でもですね、まあ、内容がわからないんです。ね。わからないんだけれども、まあ、とにかく本を読みなさいと。 で本読んででいいれれば、まあ、いつかそれが分かそががるる来とであのー、何でもそうなんだけどまあ、100%最初から、えー、物事が分かるっていうことはないんだけれどもまあ、本を読むという習慣を、まあ、若い頃からつけていれば必ず自分が何か、えー、課題に直面した時困難に直面した時にどこかで本が助けてくれるからとまあ、そういったような趣旨のことを、まあ、その時に、えーまあ、言われました。ででそれがきっかけでまあ あの正直腑に落ちてはいなかったんですけれども、まあ、とにかくそんなもんかと、まあ、よくわかんないけど本を読んでみようということで読み始めたのが、まあ、きっかけでしたではっきり言ってですねわかるわからないというところではまだ私も全く道半ばであの今でもこう買った本を読み始めてみたものの、まあ、気が乗らないとか内容が難しいとかですぐ諦めてしまう本っていうのも、まあ、一定数一定の割合で存在するんですね。 なんですけどやっぱりその今でもその方の言葉を信じて、まあ、本を買っては読んで買っては読んでしていくうちにあの、まあ、これまで400冊ぐらい読んだと言いましたけれどもあの、まあ、徐々にですけれどもあこういうことはあのこの本で読んだなとかこのジャンルの考え方を適用すると、まあ、こういう場面ではこういう理解の方がいいんじゃないかなとかちょっとずつ分かるようになってきました。 でまあ、なんとなくあの分かったような分からない感じなんですけれども、えーまあ、今少なくとも言えることは、まあ、本を読むという習慣を身につけて、まあ、後悔はしていないということですねで、まあ、そういう意味であの当時の,、えー、その事業部長の方にはあの本当に感謝をしてます、はい、ちょっと長くなってますけれどもあの、まあ、私が、えー、本を読む こんな感じでですねあの週末に、えー、フリートークを取っていければなと思いますので、まあ、あの読んでいてダラダラとつまらないとか、えー、もっとこういう話が聞きたいとかですね何でも感想結構ですのでもしあの今ここまで見てくださっている方でコメントがある方がいればあのぜひコメント欄にコメントいただければと思いますで、えーとまあ、何でもですねコメントいただけますとあの非常に励みになりますのでぜひよろしくお願いします またチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。はい、では失礼します。